おい、馬が逃げたぞ。お前らの担当だろう。うるせえ、もう意味ねえだろ。なんだと。あんなに強かった調査兵団がみんな一瞬で死んだんだぞ。つうかお前も分かってんだろ。いくら馬を守ったってな、それに乗って帰る奴は誰もいねえって。理屈じゃ分かっていたさ。人類がただ壁の中にいるだけじゃ、いつか突然やってくる巨人に食い滅ぼされる。誰かが危険を冒してでも行動しなきゃいけない。誰かを犠牲者にさせないために自分を犠牲にできる奴が必要なんだってな。そんな勇敢な兵士は誰だ。そう聞かれた時、それは俺だって思っちまったんだ。でもまさかそうやって死んでいくことがこんなに何の意味もないことだなんて思いもしなかったんだ。考えてみりゃそういう人たちの方が圧倒的に多いはずなのに、なんで自分だけは違うって思っちまったんだろう。